入社1年参加でございます。本日は従来日時の紹介をこれ控えていただきまして、ご家族の方々にはこれを申し上げたいと思います。ありがとうございます。この話を受けましたときに、ユーザビリティは必ずしも教育を考えて作ったタイトルではありませんので、本当にお話ししていいんだろうかということも少し迷いがありました。ということで、最初はこのなぜこんなことを始めたかというところからお話を始めたと思います。一番最初の話にもありましたように、今内国人の数が非常に増えて、一方で日本の総人口というのは減少しているということ、これまあ黙って言うと、外国人の割合が増えて、将来というのが多分困る、年収が多分困る。で、もう一つはですね、外国人の情報伝達が今でも問題になっている状況が結構ある。例えば大震災の後の方は当然困ったわけなんです。でもちろんその時は日本人に対して情報伝達も完全に破壊されてましたので、外国人だけの問題の状況がありますけれども、言葉の面で、非常にその問題になった。で、外国で連絡すれば、NHK でも災害で今、日本語を入れました18年後、国内では、外国語4言語に放送していますが、非常に手間暇がかかりまして、なかなかそれで、190カ国ですか、外国の方がいらっしゃるとなって、難しいということで、専門研究でいろいろその優しい日本語を使って情報伝達しようという動きがありましたので、ニュースに、ひょっとしたらこれで、配信機器、それなりに効果があるんじゃないかということで、研究を始めました。ということで、この段階ではですね、教育しようということは、全然想定をしておりませんでした。で、2011年5月にですね、東大学研究所の公開局で、こういうふうなウェブサイトを作れば、外国人の方に、分かってもらえるんじゃないかというようなサイトを、紹介いたしまして、それから、放送を出している現場の人が、それが面白そうだからやってみようということで、2012年4月にですね、ニューズウェブビジネスというサイトを立ち上げました。で、この時は、実は私のニューブレンス研究所、この世田谷通り沿いを30分くらい走ったところにありまして、そこで半分、原稿を作りまして、でそれをその放送センターにオンラインに送りまして、修正なんかを加えて出すの、いわば実験ベースの形で、サービスを作りました。それが去年の5月に全部設備を放送センターに持っていきまして、一応それなりの形で普通にサービスを作るということになっています。で、それから1年ほど経ちまして、今いいかと思っているということであります。で、ニューゼルビッツをご覧になっている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、簡単にちょっとご説明しますと、ユーザーリーズで検索していただきますと、こういうその記事が出てまいりまして、このところに本文が出ています。で、ここのところはですね、優しい日本語、いわゆる日本語を優しくした言語でニュースを翻訳したものが掲載されます。で、ここには振り仮名がもちろん出てますし、それから教育委員会、ちょっと難しいの単語には、小学生用自身の合格生、そういう工夫をしています。ただ、ニュースの特徴としまして、こういう名詞がやたら出てきますね。福島で原発事故が起こりますと、福島の地名がたくさん出てきます。そうしますと、それは辞書ではとても対応ができませんので、こういう固有名詞にはあらかじめ決めた色をつける。例えば、その東京都の青に出てきます。で、この他、人の名前は、色忘れましたけど、ピンクなんかで、そういう形になっています。それから、読むのが苦手な人も多分いるんじゃないかということで、この優しい日本の原稿を読み上げるソフトで、読み上げるような機能を作ります。それから、元のニュースを、見る。どうしても優しい日本語にしてしまいますと、情報が落ちたりしまいますので、それは正確性を、保管する意味もありますし、参考のためにということで、クリックすると、元の、ニュースに飛べるような形になります。こういうものをですね、今1日5記事提供しているわけです。で、ニュースといいますのは、大体喋ったら消えてなくなる、そういう性質のものなんですが、インターネットの場合には1週間普通のニュースは消えてなくなる。で、このサイクルの場合には1ヶ月間放送ということで、自由に申しているわけです。で、じゃあ優しい日本語、そのニュースはどうやって作っているのか。
これは誰も作ったことがなかったので一番苦労したわけでありますが、今から完成してみますと、こういうことになっているのが今までの長くございまして、一番私たちは外国人向けにニュースを作るのを最初に考えていました。で、新規準備レベルですね、今だったら JLB、N3 合格レベル、前だと2級ちょっともう少し調整しようかなと思っています。その外国人の方を想定して、ただ我々のところはですね、子供の一応ターゲットを入れているということになりますので、そこも少し、実際その一個にそれはいかないんですけども、一応それもターゲットで書いて、一番気をつけてますのは自然な日本語で書く。優しくしてもいいんだけれども、我々が聞くとなんかちょっとおかしいなっていうのだけは言っておいてます。で、我々が使っているルールを分類してみますと、明らかに外国人向けだなというところがもちろんあります。日本語能力試験の9の、能力試験の3、4、9の単語に一応準備している。それから文教試験の外に乗れるように優しいところを使う。それから辞書とか振り仮名とか、いうものはですね、こういうメッセージを入れておいているのは、これは外国の方を意識しているわけであります。ただ、受動態、能動態に変えましょう、できるだけ変えましょうとか、それから要約して、もう短くしましょうというふうなものは、それもちろん外国人のため の、 効果もあるんですけれども、日本人の方にとって当然いいわけです。いい書き方をするということを、大体のことは書いています。それからもう一つ、ニュースには紙の手紙をしているのがたくさんあります。我々は全然気が付いてないんですが、何なんと見られていますとか、これは誰々が何とかしたものですという言い方をするんですけど、まだ日常会話でこういうことってあまりないですよね。相当変わった人になるわけです。で、こういうのはやめてると。で、結局、この3つの要素、一般向け、それからニュースの会員を取る際、それから外国人向けと、その3つの要素が合わさったのが、私たちの写真になっているというふうに思います。ですから、必ずしも外国人以外の方にとっても、私なんかに対して、で、じゃあ現象としてどんなことが起こっているか、特徴ですが、文章が短く、文章が短い、文法本、いわゆる文末が単純なんですね。で、語彙が優しくなっているんですけれども、語彙というのが書き換えにくいんです。書き換えを出してますので、名詞は特に引っ張ります。ちょっと例をします。元ニュースまた先頭車両、ガラス張りの展望スペースになっていて、運転台の位置を低くして、空間を広くとって、乗り換え方向の流れを楽しめるというものです。これはですね、これが右側優しい日本のニュースの場合になると、先頭車両の高いところが列車の一番前ですね。ガラス張りの展望スペースになっていて、難しいんですよね。壁の天井の厚みなんて、うまいこと書いてるんですね。それから、運転台の位置を低くして、空間を広くとって、これはちょっと難しいというのもあって、それに大事でもないとやめましょうということでなくなっています。それで開放感、のある、景色を楽しめるというところは、広い景色を楽しむことができますというふうになります。こんな感じでニュースというふうに思っていただければと思います。で、毎日どうやって作っているかということなんですけども、朝の記事を選定して、優しい日本語の原稿を作成します。これは日本語の先生、それと記者のペア。この時にですね、いろんな人が作業しますので、あまり質がぶれないように、どこが難しいかっていうのを機械で教えてあげる、そんなシステムを使って、質のコントロールをするようにしています。で、その後、原稿ができた後ですね、原稿を作った時にこんなふうにしましたよ、いいですかって確認をやった上で、最終的に自動的に電話を振ったり、自動的に人名、地名というものを色をつけたりとか、いろんな工程を経て、最終的にアップされた。なかなか手間暇とか、普通のニュースを書く以上に相当手間がかかる最近なんだと思います。で、反応と今後の考えであります。その反応が、東北日本に出した外国人の情報を受け取っていたんですが、そこの協力関係者とか、学習者の方の反応が非常に大きいと思いますね。これはある程度予想していましたけれども、ちょっとやっぱり半分の中に十分設計するわけではないと思います。それから障害者の方々も、これを使っているというのは面白いと思います。課題がありますが、一番やはり大事なことっていうのは、時間かかっているの作業を、いかにこの短時間でできるようにするか。例えば、その震災が起こったときに、その短時間でこういう情報を出さなくちゃいけないわけなんですが、
そのためにはですね、いろんなたくさんの記事がすぐ運用できるようなことをしなくちゃいけない。それがやっぱり我々に非常に悩んでいるんですね。で、私たちは芝の実験場ですので、自動化したいですので、いろんなことも一応やっているということです。あと、私日本語っていうのももっと改良していかないと。ニュースっていうのは、改めて見ると、随分変わった問題だなっていうのがあったりしてるわけですけども、その辺の気をつけて、そういうふうに思います。ご清聴ありがとうございました。